ごめん愛してる、再び韓流テイスト全開でブーイング殺到、サトルのクソっぷり露呈という、まあなかなかに辛辣なタイトルが付けられてるのが、ウェブサイトビジネスジャーナル9月4日付のコラムニスト三上幸子の記事なんだけど、9月3日放送の連続テレビドラマごめん愛してる第8話が平均視聴率 9.2% だったことが分かった。自己ワースト記録となった第7話の 8.0% からは多少は回復したが、決して褒められた数字ではないし、今後2桁台に届くような期待感もない。第7話で脳の症状の悪化を知ったリツは、凛花から告白されるも彼女を突き放した。そして第8話ではリツの元へ韓国時代の仲間ビョンチョルから連絡が入り、若頭のペクランが撃たれたという嘘をつかれたり、脳の手術が可能なメイを探し出したと期待させられたりする展開だったが、同作はもともと韓国の大ヒットドラマをリメイクしたものではあるものの、インターネット上には当初からいかにも韓流って感じで馴染みがない人には受け入れがたいといった指摘が飛び交っていた。それでもリツが第1話の時点で韓国を離れたため、その後は日本を舞台に物語が進んでいたのだが、ここに来て再び韓国と絡めた話を投下したことで、ネット上では日本のドラマなのに韓国テイストが強くてうんざりとブーイングが殺到。このように視聴者をがっかりさせてまで盛り込まれる韓国食は、同ドラマにとって一体どれほどの価値があるのだろう。一方、今回私がちょっとホッとできたのは、サトルもクソだったという点。これまでレイコのクソババアっぷりが次々と描かれてきたのに対し、その息子であるサトルは世間知らずではあるけど、あんなクソババアに甘やかされて育った割には常識人といった印象だった。しかしサトルは第6話まで恋焦がれていたはずの婚約者古沢透子から、あなたのこと好きになったこと一度もないなどと突きつけられ、昇進のまま事故を起こすと、今度は凛花に執着するように、サトルが付き合っているわけでもない凛花のベッドに潜り込んできたのも気持ち悪かったのだが、何よりサトルってやっぱりクソと思わされたのは、わざわざレイコの前で凛花と寝ていたと匂わせるような発言をしたり、家族旅行や挙式を提案したりする場面だ。サトルは母親に関わる人間が誰も彼女に逆らえないことを知っているから、凛花をそばに置いておきたくて、自分の味方をしてくれる母親の前でアピールをするのだろう。そんなサトルに対し、私はいい大人がママ頼みかよと呆れたのと同時に、やっぱりクソババアの息子もクソなんだというリアリティに安心したのだ。サトルのクソ息子っぷりが露呈したところで、物語には夢も希望もないけれど。で、ちなみにね、まあ今更ながらなんだけど、この韓流ドラマをリメイクするにあたって、プロデューサーは公式サイトでこんな企画意図を、何年か前から愛を題材にした作品を作りたいと思ってきました。私もそれなりの年齢を生きてきて、結局人は誰かから必要とされ、愛され、そして自分もまた愛することで生きる意味と喜びを感じるのだなと改めて気づいたからです。そして世の中もまた度重なる天災や様々な事件にさらされ、そうしたことを思い知らされているなと感じました。そんな時に出会ったのがこのごめん愛してるです。男と女、親と子、人間が営む様々な愛の形、切ないまでに相手を求め、自らが存在する意味を問うこの作品を、今の時代を生きる視聴者の皆様にお届けできたらと思いました。なるほどね。ということで、物語はいよいよクライマックスなんだけど、まあ気になるのはね、タイトルのごめん愛してるというのは誰の誰に対する言葉なのか。
ということで、何はともあれごめん愛してる、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。